いらっしゃいませ、トモミルコです。はい、今回はこちら、じゃじゃん、テラバトルの囚われのゴーレム4やっていきます。こちらのクエストはクラス制限がかかっており、それぞれの難易度に応じて編成できるクラスが変わってきます。私が今回プレイする4なんですけれども、こちらは C クラス以下のキャラクターしか編成できません。攻略サイトを参考にしながら編成してみました。ではでは行きましょう。で、まずはじめに右下の敵ゴーレムコア、こちらの子を先に倒していきます。で、さらにこの右上のこのロックガード、この子が縦列に落石してくるので、なるべくですが、まあ、キャラクターを置かないようにしてあげた方がいいと思います。最初なんでこんな感じでちゃちゃっとウォーリアとナイトを叩いていきます。で、今回、私のパーティーだとナイトとウォーリアが火力キャラとなっております。で、他のキャラクターでそのお供に、回復お供をつけたりとかしております。で、ファイアーバクローは操作延長2秒ついたりとかもしてますので、結構便利かなと思います。で、このコアを最初に壊してしまいましょうってことで、2回挟んでしまえばこんな感じで、倒せます。で、あれ倒せてないじゃんと思うかもしれないんですけども、今敵がね、敵のターンが終わると完全体ルンね、こんな感じで、ゴーレムさんが出てきます。で、今ガードしてるので攻撃が前通りません。今右下に来ているフーイング、こちらを先に倒しにかかります。で、2ターンかけて倒していければなと思っているので、そうだな、ウォーリアとナイトで叩いちゃうとどうしても、あ、火力がね強すぎて1ターンでこのフーイング倒してしまうので、2ターンで倒せるようにしましょう。ほい、で、まず横、はい、ちょっと挟まっちゃってるんですが、まあいいでしょう。今のうちにこのずっとお留守番してたキロちゃんたちをちょっとね、次に備えてゴーレムさんにね、近づけておきます。で、全然攻撃がね、当たらないんです。はい、で、両腕を上げると、ちょっとつらい、これはつらい。まあ、最悪ナイトとウォーリアで攻撃ができれば良いので、そこら辺うまくやっていきましょう。こうしてまっこうだな、いきましょう。こんな感じでひとまずやっていきましょう。体力的にどうかな、あんまりかな、頑張って。あー、で、今ロックガード叩いちゃったんですけど、この子叩いちゃうと落石全体攻撃してくるので気をつけましょう。いい例だと思っていただければと思います。剣封じ来ましたね。こうやってもうね、何でしたっけ、フーイングなんですけども、剣、槍、弓、杖、こちらをね、攻撃力ダウンしてくるので気をつけて、なので倒しながら、フーイング壊しながら、フーイングを壊しながらちょっとこうゴーレムを叩いていくという形がいいのかなと思います。一回じゃ倒せないですね、やっぱり。つらい、弓がね、弓を、あ、杖、ありがたい、ありがたい、杖の方いないんでかなり助かります。さて、あとはどうしようかな、頑張ろう。よいしょ、こうしてこうこう、これで戦えるんじゃないかなと思います。今フーイング壊さなかったのは、もしかしたらこれで、ゴーレムさん倒せるんじゃないかなと思ったからです。よし、倒せた。ありがとうございます。もしギリギリかな、ちょっと危ういかなと思ったら、そのフーイング先に倒しに行ってもいいかなと思います。ありがとうございます。ふいふいふい、やることなき、お、レイファーの爪、はい、囚われのゴーレムゲットしました。ありがとうございます。はい、ということで今回はこんな感じでした。
イベント期間が残り数日となっておりますが、私はせめてスキム100までは周回しようかなと思っております。で逆にクラス制限があることで、その高クラスのキャラクターがまあいなくても育成さえすればクリアできるクエストなので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。ではでは、以上ミルカでした。ではまた。